PGA だったらこれパー4だね。これもう余裕のパー4っすね。余裕のパー4っすね。これうわほら逆玉っつうかちょっとプッシュしてる。いけそうだな。お左跳ねたっすよね。なんかフェアウェイど真ん中でございます。もうあの木スレスレを狙っていくぐらいで、はい、もう左行ったらしょうがないという。はい、いやこれは大丈夫でしょう。本当？はい、これは大丈夫です。おー、本当だ。あの、あれって何の木？あれって何の木ですか？いや僕もね、今必死に考えたんですけど全く分かんなかった。すぐ言えなくてちょっと悔しかった。あのこの季節にまあまあ咲いてるなんかの木ですね。まあまあ咲いてるなんかの木です。覚えてない。風とかさ、はい、忘れるんだよね。あ、はいはい、あの何を考えるってなった時に、はい、3つぐらい同時にあの考えられない人だ。はいはい、傾斜、風、傾斜、ライとかね。そう、ライ、まずライを最初に確認して、ああで、自分の番手とかってなって、はい、で、フライヤーとか、なんかあとはなんかそう、高さ、もう最高3つぐらい。進藤さんが言ってたっす。やっぱ1000個ぐらい本当は考えないといけないことあるんですけど、アマチュアは1個か2個しか考えられないから、アマチュアって、プロキャディが言ってたっす。でもそれはさ、なんかよくさ、言うのはさ、あの考えすぎても考えなくなるか言うじゃない、はいはい、それはさ どっちなんだろう。考えた方がやっぱいいのかな。うん、オッケーオッケー。左だけどね。いやいや、もうこれはオッケーオッケー。ちょっと右に抜けたかな。乗らなくてもあの辺行けや。バンカーの方向、バンカーの方向そうやね。ちょっとあれっぽいね、ディボットっぽい。100円パターンにしよう。これは打てねえや。ダフって飛ばなさそうだし、上叩いて飛ばないっていうパターンもあるし。やったよ。すごい。あ、全然間に入るとこなかった。まあ、しゃあない。でもね、事故は防いだんじゃないかな。まあ、ウェッジで着地するよりは寄ったらって考えると思う。思う。なんかもう僕じゃ先終わらせよこれ。了解。わあ、お、ええー、はぎよ。え？え？おかしいおかしい。急に。今加速したね。そんなあるこの下り。なんだろう今の。あのカップ越えてからめちゃくちゃ下りですってことは受けてるってこと。俺の方向から。そうですね。こっからカップまでしか見てなかったけど、カップからめちゃくちゃ下りだった。多分ボギーあるって言われても気づかないんだけど。うん。もうやりますね。海岸先どうぞどうぞ。なんか急に下手なったけどパターン。いやなんか迷わせてくるグリーンなのかもしれない。うん、よく決めた。大事大事。ダボだったらカラー含めて何パットしたことになったんだろう今。おお。いやーやりすぎたね。いやでもなんかうまかったけどな。うますぎたってやつですね。しっかり間に入りすぎちゃったな。うん、パー。ナイスパー。どうしちゃったかな。